そうだよ、みんなそうだった。あいつのこと考えてさ、常に全力で、それでもさ、届かなかったよ、届かなかったじゃんか。悔しいよ俺。あいつはもういない、いないんだよ。おい、お前ふざけんなよ。すいません。てめえ。あ、ちょ、はいはい、じゃあもっと思いっきり、あの、こんな大丈夫だ。いや、ちょっといい、あ、いや、もっとリラックスして、もっと、うん、そうっすよね。いいですか、やりにくいから全然いいですか。いや、うん、すいません、もっと本気で。はい、ありがとうございます。すいません、すいません、あの、あ、いいですか、もう一回いいですか。うん、全然いいから、うん、いいよ。てめえ、おい、ふざけんなよ。すいません。おい、やめろよ、怒ってんだろ、あいつが。でも、やりにくいな。もう何やろ、俺の下か、ここがこうで、ここがこうで、ここがこうなんちゃうの。役的に、配役はこれはここじゃないの。もうぐちゃぐちゃじゃないの。これがここの役で、この人がここの役で、お前ここの役なの。それでいいよ。ああ、すいません。あ、いや、めっちゃさっき芸術家に怒られた。いや、やばい、めっちゃ怒られた。え、今回芝居初めて。あ、そうなんです、初めてなんです。あ、でもそんな怒られてなかったな。そうですね。でも、まあ、でも、まあ、自信ないんですけどね。いや、まあ、ごかい。え、で、今何、あ、フォロワーとか何人かの。あ、一応この前15万人超えました。15万か。はい。まあ、15万やもんな。15万ですね。あ、いや、あ、でもそういうのなんか稽古のスケジュールとか結構おかしなスケジュールの参加になってる。あの、僕のスケジュールに合わせてもらっちゃって。15万円やもんな。15万です、ね、合わせるわな。もう、はい、あ、あの、昨日の見舞いとかさ、隣におったあのスーツの誰か。あ、一応マネージャーとあのうちの事務所の社長が来てくださって、それで皆さんに対応してもらったんですよね。15万円やもんな。15万ですからね。ですからね。15万ですからね。15万円やもんな。